人生初スパチャです。テスタさん、いつも貴重なお話ありがとうございます。自分は短期的に上げすぎた株、下げすぎた株を資金を少しずつ分けて逆割りする手法を今年続けています。この手法をどう思いますか？逆割りを推奨している上手い人、若い部なのでご意見を伺いたいです。これもそうですよね。例えばその逆割りでするって言っても、銘柄も違えば相場も違うわけで、例えば一昨年ぐらいにコロナってすごい下げた後、2倍ぐらいそこから上がった時に逆張りしてたら、たちまち死んでたでしょうし、その相場によって同じやり方は通用したり通用しなかったりするんで、僕が見る限りは、一個の手法でこれどう思いますかって言われても、さっきも言ったのと一緒で、一個じゃ危ないんじゃないですかねとしか、どんな手法でもそう思いますけど。なので僕、例えば逆張りもするし、順張りもするし、例えば、まあ見てくれてる方は分かってると思いますけど、すごい下がった配当狙いとかで買ったり、いろんな買い方、いろんなやり方してるじゃないですか。そのスキャでやったり、スイングでやったり、中長期でやったり、配当狙いでやったりとか。なので、今はこういう相場だから、こういうアプローチでいこうみたいなのをたくさん持ってて、それを当てはめてるみたいな感じなんで、それが一番いいんじゃないかな。ただ、なんかに特化してるっていうのはあんまりないんですよね。うん。なので、どんな相場でも対応しやすいし、まあ、毎年勝ててるっていうのは、毎年十何年間の間に、すごい上げ相場もあったら、下げ相場もあったり、動かない相場もあるわけじゃないですか。でも毎年勝つっていうことは、それ、どの相場でも対応しないと勝てないので、そのためには何か一個に特化するってことはないんじゃないですかね。最近もこのなんか、他の方の YouTube のチャンネルに近々多分出させてもらうことはあるんですけど、その時に、まあ、手法をみたいな話があったんですけど、僕その手法っていうのはないので、ないのが正解と思ってるので、手法みたいなやつっていうのは、相場によって使い分ける必要があって、どの相場だろうが、いつでも使える手法なんていうのは、まあ、存在しないと思ってるんですね。なので、手法というのは、もう本当教科書に載ってるような、もう本に載ってるようなやつでいいと思うんですよ。で、それをたくさん持っておいて、それを臨機応変に相場に合わせて使うっていうのが大事なので、僕が例えばその高値ブレイクのスキャンの手法とか紹介しても意味ないわけじゃないですか。なので、手法って言われても、別にオリジナルの手法があるわけないし、特に何にも秘密があるわけでもないんで、何もないんですけど、みたいな話は、はい、しましたね。